間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。数回に分けて試奏の時の注意点ポイントについてお話しています。今回は試奏する時どのような曲を弾けばよいかということをお話したいと思います。まずはゆっくりと低音から高音までまんべんなく弾いて、そのバイオリンの響くポイントなどを探るというのが大事になってきます。例えば音階などをゆっくりと A 線から A 線まで、4番線から1番線までゆっくりと音階などを弾いて、バイオリンも弾く奏者の方もコンディションを整えるということをしてから本格的に曲を弾き始めた方が良いと思います。